腹でか女はまだゴロゴロしてんのか。そういう言い方傷つくんだけど。だって腹だけでかくてトドみたいじゃん。もう妊娠9ヶ月なんだからお腹大きいのは当然だよ。へえ、もう9ヶ月なんだ。へえって、昨日も妊婦検診の話したよね。ゲームしてる時に話しても覚えてねえから。だからちゃんと聞いてって言ったでしょ。普通に見ればわかるだろ、今話しちゃいけないとか。でも。でもじゃねえよ。で、今日は家事ちゃんとやってんの？今日お腹張るから掃除機と洗濯だけ。は？床拭きは？お腹張って無理なの。だから妊婦なんだから腹がパンパンなのは当然だろ。そういうことじゃなくて、両親学級でも言ってたじゃない、お腹の張りには気をつけましょうって。覚えてね。そんなのどうでもいいから床拭きしとけよ。あと半袖出しといて、そろそろ暑いんだよね。半袖はクローゼットの上にあるから、このお腹じゃ無理だよ。大丈夫だろ、椅子登ってちょいちょいって取ればいいんだから。そのちょいちょいって妊婦には難しいのよ。帰ってから風雇ってくれない？へえ、疲れてんのに椅子に乗って物取れって、この俺が。うん、ダメかな。ダメっていうか、お前って嫁失格だよな。自分の仕事もしないで俺に家事やらせる気か。でも今の私にはできないのよ、産後はちゃんとするから。ちゃんとってお前にできんのかね。じゃあさ、買い物くらい行けんだろ。買い物は昨日行ったよ。昨日ビールなくなった。あとさっき同僚にうまい米があるって聞いたからそれ買ってきて。ビールとお米なんて重すぎて無理だよ。お前なあ、妊娠は病気じゃないの。もしかして妊娠は病気ですとかいうタイプ？そうじゃないけど、しんどい時もあるのよ。それを分かってほしいの。はいはい、分かった分かった。じゃあよろしくな。私の話聞いてた？はい、聞きました。じゃあ帰ったらすぐビール飲みたいから冷やしとけよ。俺はこれからゆっくりブレイクタイムなんだわ。カズヤ、ちょっと待ってよ。私の名前はアヤ、現在妊娠9ヶ月の妊婦です。先ほどから無謀な要求をしてくるのが夫のカズヤ。夫はもともと俺様気質でしたが、私を気遣ってくれる人でした。妊娠6ヶ月の時、切迫でパートを辞めた時を境に、私への当たりが強くなってきたのです。妊婦の私に無謀な要求をするのは当たり前。その上、お腹の大きい私を笑い物にしてきます。この日も妊婦には無理であろう買い物を要求。でもこの後夫に天罰が下ることに。お前松田に会ったのか？松田さんって同僚の方だよね。そうだよ。外回りから帰ってきたら奥さん買い物大変そうでしたねって言ってきたんだ。スーパーの前で会ったの。ちょうど買い物袋を落として拾ってくれたのが松田さんだったの。お前余計なこと話してないよな。特に余計なことを話してないよ。ただタクシー拾ってくれた。は？なんで？お礼言って帰ろうとしたら歩きですかって聞かれて。はいって言ったのか？返事に困ってたらすぐタクシー拾ってくれたの。そこは誰かが迎え来るとか車で来たとか言えよ。ごめん、でも歩いて帰る素振り見せちゃったからなんて言おうか考えてて。あいつドヤ顔で奥さんに優しくしないととか言ってきたんだぞ。ほんとムカつくな。ごめんなさい。お前は疫病神か？松田はただでさえ俺に対抗してきてムカつくんだよ。なるべく人に会わないようにとは思ってたんだけど。平つくから今日は飲んで帰るわ。分かった。帰りは遅くなる？知らん。でも帰るまで寝るなよ。帰ったらお茶漬け食べたいから作れよ。それなら帰る時間教えてもらいたいんだけど。12時か1時か2時じゃね。別に聞かなくても起きてればいい話だろ。そんな遅くまで起きてられる自信ないよ。お前日中ゴロゴロしてんだろ。だったら旦那様待ってろよ。ゴロゴロなんてしてないよ。和也が家事とかサボるなって言うから日中腰を下ろす暇ないの。何？俺のせいって言いたいの？そういうわけじゃないけど。前って妊娠してから自己中になったよな。そんなつもりないよ。は？いつも俺の意見に反論してさ、俺のこと舐めてんの？舐めてないよ。じゃあ今度から絶対俺に逆らわなよ。それはどんなことでも。どんなことでも俺が言ったことにははいって言え。嫌なら別れる。こっちには結婚するとき念のために書いた離婚届もあるんだからな。あれまだ持ってたの？もちろん。俺はいつでも出していいんだぞ。やめてください。そうだろ。だって俺がいないとお前は生活できないもんな。それなら今後口答えすんな。もう和也の理不尽な要求は辛い。
でも今の私はカズヤがいないと生活できない。それに我が子を片親にしてもいいのだろうか。そんなことを考えているとあっという間に予定日2日前になった。しかも今日はお腹の張りも強く、ちょっと痛みもあります。陣痛かなと思っていると、カズヤから LINE が届いたのです。産前産後休暇取ったぞ。このまま帰宅するわ。え、本当に？ああ、うちの社長ってかなり愛妻家なんだよ。だから出産前の奥さんがいる人に産前産後休暇を与えてるんだって。すごい嬉しい、ありがとう。実は今日ちょっとお腹痛くて。よし、草津温泉行くぞ。ちょっと私の返信見てる？お腹が痛いのよ、陣痛がわからないけど。だから別に草津にも病院あんだろ。出産する病院には事前に予約取ってるのよ。それにそんな身勝手な理由で他の病院で出産なんて。病院は病院だろ。そういうわけにはいかないでしょ。それに温泉行くお金なんてないでしょ。この前も出産費用がないって言ってたじゃない。ああ、大丈夫大丈夫、臨時収入入ったから。ボーナス？ああ、出産の祝い金的な。そうなんだ、それなら出産費用に回そうよ。は？休みがもったいないだろ。つべこべ言わずに行くぞ。お、ホテルの空きあるってよ。よっしゃ、予約完了。だから無理だってば。1時間後に出発だからな、マッハで準備しろよ。ちょっとカズヤ、本当に無理だよ、行けないからね。あのさ、俺の言うこと聞くって言ったよな、もう忘れたわけ。さっさと準備しろ、じゃなかったら離婚する。ちょっと待って、本当に痛いんだよカズヤ。おい、ねえ、どこに行ったの？ホテルの近くのバーだけど。この状況でなんで私を部屋に置き去りにするの？だってさ、お腹痛いんだろ。痛い痛いって言ってるやつと飲みたくねえから。いやいや、そういう腹痛じゃなくて陣痛かもって言ってるのに、無理やり私を車に乗せて草津に来たんでしょ。せめてそばにいるとかしてよ。草津まで来てなんで嫁の腹痛の面倒見なきゃなの？てか痛いなら病院行ってサクッと産んでこいよ。あのさ、出産ってそんな甘いものじゃないんだよ。で、結局産むのはお前だろ。俺は面倒ごと嫌だから、痛いならさっさと出してこいよ。この子はあなたの子供でもあるの、なんでそんな言い方できるの？だからお前が痛いだなんだって言うから、痛いなら出してこいって言ってるだけ。日本語もわかんねえの。もういい、とりあえず間隔短くなってから病院行く。ああ、行ってこい。ついてきてくれないの？今草津限定カクテル待ってんだよ。生まれたら行くから、タクシーか救急車で行けよ。ロビーまで一人で行く自信ないよ。ならホテルの人呼べば？てかごちゃごちゃ LINE してる暇あれば行けよ。生まれるまで連絡すんなよ。ようやく生まれたよ。は？嘘つくなよ、あれから2日も経ってんだぞ。連絡しても電源切ってるし。ずっと陣痛と戦ってたの。そんなに陣痛が続くわけないだろ。お前さ、嘘はやめろよ。嘘じゃないよ。カズヤは今まで何してたの？いや、観光したり。妻が陣痛で苦しんでる間観光？ふざけないでよ。仕方ねえだろ、付き添いとか面倒だし。まあ生まれたならいいわ。で、どこの病院？ホテルの人から伝えられたよね。ああ、確かに聞いたけど忘れた。信じられない、もう来なくていいよ。は？なんで？そんな私にも子供にも興味ない人、会いたくない。ちょっと待てよ、俺持ち金そこついたから金だけでもくれよ。は？今出産終えた妻に金くれってどういう神経してるの？仕方ねえじゃん、飲み歩いたら金なくなったんだよ。自分でどうにかしてください。ちょっと待てって、おい。このアホ嫁、何したんだ？急にどうしたの？私まだ起き上がれないんだけど。のんきに寝てんじゃねえよ。病院行ったら面会できねえし、親父から鬼電来てるし。病院は面会謝絶にしてるの。お父さんは多分今回のこと怒ってるから電話来たんじゃない？どういうことだ？私病院に着いてからお母さんとお父さんに連絡したのよ。なんでそんなことしたんだよ。うちの親は車ないし、すぐ来れる距離じゃないから。だからってうちの親に連絡しなくてもいいだろ。あんたが連絡するなって言ったからでしょ。手続きとかはお母さんがしてくれたの。それに今までの LINE の内容全部見てもらった。なんで見せんだよ。カズヤはって聞かれたけど、もう話せないくらい痛くて代わりに LINE 見せたの。
そしたら生まれるまで和也にも連絡しないでくれたの。お前最低だな。 LINE 見せるとか卑怯だろ。何が卑怯よ。和也が悪いんでしょ。お父さんもお母さんも今まで気づかなくて申し訳ないって泣いて謝ってくれた。親に言うとか最低だな。許さねえ。離婚してやるからな。はい、喜んで。え、お前何言ってんの。だから喜んで離婚をお受けします。自分が何言ってっか分かってるか。もちろん私この子のために我慢しようって思ってたのよ。でもお父さんが離婚しなさいって言ってくれたの。親父が。お母さんもね、妻も子供も大切にできない男とは別れていいって言ってくれたの。いや、でも俺と別れたら金とか大変だろ。それもお父さんたちが仕事とか安定するまで協力してくれるって。でもさ、子供も片親はかわいそうだぞ。そんなことないよ。片親でも2倍も3倍も愛情を持って育てるから。あなたみたいな人が親なんて、その方がかわいそうだから。わかった、一旦話をしよう。もう話すことはありません。そんなこと言うなって悪かったから。何が悪かったか言ってみて。病院行かなかったから。はぁ、何もわかってないんだね。そんな人許す気にもなれない。じゃあどうしたらいいんだよ。どうもしなくていいよ。あなたとはもう終わり。なんでだよ、悪かったって。悪いことにも自分で気づかない人とやっていく自信ないから。わかった、言ってくれたら改善するな。いいだろ。別に改善しなくていいよ、もう関係ないから。関係ないなんて言うなよ。夫婦喧嘩なんてやめようぜ。ああ、もうすぐ夫婦じゃなくなるよ。だから離婚なんてしないって。離婚届ならもうもらったから、今お母さんが出しに行ってくれてるよ。どういうこと。婚姻届と一緒に書いた離婚届出すようにお願いしたの。え、マジで。待って、ダメだって。何が。だって離婚するぞって和也はいつも言うから離婚したいんでしょ。それは冗談だって。冗談でも離婚するなんて普通言わないよ。よかったわね、面倒な妻と子供がいなくなって存分に一人を楽しんでください。待て待て、お前も知ってるだろ、俺の会社愛妻家多いんだよ。離婚されたなんてバレたらみんなに白い目で見られる。それなら大丈夫よ、和也きっとクビだから。は？産前産後休暇を旅行に使ったってお父さんが会社に報告してくれたの。親父め、余計なことは。しかもこの旅行の旅費って会社のお金だったんだよね。なんでそれを。この前出産祝い金もらったって言ってたでしょ。そのお礼も言ってもらったのよ。嘘だろ。そしたら祝い金なんて渡してないって言われてびっくり。その後すぐ調べてもらったら会社の経費を横領して自分の口座に移してたって言われたの。そんな、バレないと思ったのに。遅かれ早かれいつかバレることだよ。しかもわざわざ松田さんの名前を領収書に書いたんでしょ。そんなこともバレてんのかよ。その日松田さんお子さんの体調不良で仕事休んでたみたいだから領収書出すわけないって。マジか、気づかなかった。同僚が休みかさえ気づいてないなんて、どんだけお金のことで頭いっぱいだったのよ。他にも勤務態度もろもろ見てのクビだって。そんな、じゃあ俺妻も子供も仕事も失うの。ああ、あとお金もね、もちろん養育費請求するから。あとは会社からも請求されるだろうね。仕事クビになったんだぞ、お金なんて払えない。払えなくても払うの、義務。そんな、頼む、あや許してくれ。せめてお前と子供だけでも戻ってきてくれ。無理。本当に頼む、もう悲しませない。子育ても手伝う、何でもするから許してくれ。結構です。俺が養ってやるから、その方があやもいいだろ。あなたみたいな男に養ってもらいたくないので、金輪際連絡しないで。本当に心を入れ替える、お願いします、最後のチャンスをください。短い結婚生活お疲れ様でした。待ってくれ、あや、お願いだから許してください。あや、返事してくれよ。この後離婚届は無事受理されたと義母から連絡が来ました。元夫は会社から正式に解雇され、横領したお金と損害賠償で100万ほど請求されたそうです。それに加えて退職金はなし、残りの給与も減額されたと聞きました。私は和也の性格からして途中で養育費が支払われないことを考慮し、月5万円を20年分一括請求、私への暴言も加えて1300万払ってもらいました。息子への面会も今のところする予定はありません。
親にも感動された彼は早朝から夜中までバイトを掛け持ちしているそうです。結局彼に残ったのは多額の借金と悪名、自業自得とはこのことですよね。私は元気に生まれた息子を人一倍幸せに育てることが今の目標です。ちなみに助けてくれた義父母には月に一度息子と会いに行っています。